ポンちゃんおはよう。おはよう、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。調子はいかがですか？どうですか？ちょっと目やにが出たりくしゃみしてましたけど、治った。どうだろう、はい、治ったらいいね。もし今日調子悪かったら病院ですよ。あなた。ちょっとなんか寝てばっかりって思ったけど、昨日上に上がってきた時はちょっと元気になったのか、うん、ちょっと走ってたね。ちょっと走ったり、なんかちょっと向こうの部屋に行きたがって開けたりして、なんか少しなんか戻った感じ。猫の治癒力はすごいからね。まあね、少し部屋にまだ出てるかな。ちょっとね、くしゃみとね、あとなんか食べるとってなっちゃうの ね、ね、食欲もバッチリあるし、うん、運動もまあまあしてるしっていうことですね、うん、まあ、食欲はすごいよね。これからその前に黒犬パパが病院に行ってきます、うん、まあ、定例のね、うん、月1の薬もらいに行くだけのやつを行ってきます。そして帰ってきて調子がどうか見ましょう、うん。今日はですね、気温が割と低めで、湿度もそんなに高くないので、久々に窓を開けて網戸にしています、換気換気っていうところですね、クルケンパパは、今病院から帰ってきてですね、大腸のポリープの検査の内視鏡検査も、予約を取ってきました。これ毎年行かなきゃいけない状態に今、去年はねゼロだったんだけど、一応前々からのがあるのでということで今年も行くことになりました。これが一番めんどくさいんだよな。めんどくさいっつうかつらいね。はい、ポンちゃんはなんか元気そうです。ちょっとね目から、涙目になっていたりしたんですが、どうもね原因が分かったのは、ジャン君がパパを、お風呂に入ってるのを待っている時に、どうしたのって来たら八つ当たりされました。ジャン君が八つ当たりして、組み伏せたっていうことがあってですね、それが動画に映っているんですけれども、どうやらその時に、爪が当たったとかそんな感じのようなんですよね。で今もだいぶいいようです。今日も走り回って遊んでいます。そしてジャン君、その犯人です。寂しがり屋のジャン君です。ジャン君、さて今日も生配信をこれからやるところです。ジャン君は外ばっかり見てるね。たまにはいいかね。はい、昨日はマオイママさんお誕生日だったんですが、その日のうちに届いていたんですけれども、昨日ちょっとねいろいろやってたんで、バタバタして、開封できませんでした。ごめんなさい。16日になりましたが開封いたします。これがねこれをちゃんと見てほしいの。ちゃんとだってね、段ボールにこんなラッピングしてくれてんだよ。すごくない？これは手作業でやってくれたのかしら。ほら手作業でやってくれて、クリスマスの時もそうだけど、段ボールに可愛い包装紙をね、うん、ラッピングして、いろいろ手間をかけてくれています。そう、ちゃんとすごいちゃんとしてくれてるの、すごいです。はい。ありがとうございます。これお手紙は上についていたよ。うん。あ、じゃーん。これもちょっと待って、一瞬見してね。カードだね。なんか、あ、大丈夫ですね。豪華版の。ハッピーバースデーカードになりますね。かわいいね。ここもにゃんこの鳥。ちらりとお見せします。手書きも書いてあります。うん、はい、後でじっくり見させていただきます。かわいいね。ちょっと待ってね。こういうイラストです。ちょっと。それ今俺やったよ。うん。ちゃんと見えた？はい。はい。ありがとうございます。はい。よいしょ。
ってる間にこれはジャンクが何々来ています。すごいよね、いつもこれこういうので工夫して パッケージじゃなくて、なんていうのか、パッケージの袋になって、これね、クロケンさんって書いてあったんです。あ、そっか、お誕生日おめでとう、クロケンさんへ。あとに回そうか、お、これもおまけだ。じゃあちょっとこれも後で。ふう。それ抜き出したら大きいの溶けようか。よいしょ。意外と重いね。よいしょ、よいしょ。重いです。すごい重いです。きっと出すのも大変だったでしょう。よいしょ。あ、ジャン君たちのだ。じゃあこれだ。よいしょ。あ、なんか重たいの。あれ？よいしょ、重いです。うわ、なに、すごい重たいよ。なんかすごい感じになってますが、かわいい、はい、かわいい鳥さんの、ちょっと見てくださいね、これ箱をこうしても大丈夫でしょうか。よいしょ、包装紙がね、すごいかわいいね、うん、でもこれ破けちゃうの、うん、だぜか、仕方ないよ。そうだね、結構繊細なやつなので、うん、よいしょ、力、よいしょ、よいしょ、なんかゴミが、ジャン君がトイレから出てきたからね、可愛いシールがいっぱい入ってて、ジャン君、ほら、ジャン君、ジャン君、ジャン君たちもね、あるよ、よいしょ、ジャン君、ジャン君そこにいるの？あれ、なんかすごいのだぞ。ジャン君。よいしょ。よいしょ。お、テープが。よいしょ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 。あー、ジャン君。ジャン君。どうしてもそこにいたの？うわー。やばい、立派なやつ。このやつのやつ、ルク、なんだったっけ欲しかったのに、ルクルーセ、あ、そういや、いわゆる、あ、にゃんこの、いわゆる、ピタッとなるやつってことね、うん、シリコン製鍋敷、あ、これを置くのにね、うん、鍋敷もいただいたのね、すごい、どうしよう、うちでは高価なもので躊躇して買ってませんでした、全然。そうなのよ。え、こんな立派、重い、こんな立派なお鍋いただいちゃった、どうしよう、どうしよう、どうしよう。まずはありがとうございます。ありがとうございます。ルクルーセ、ルクルーセでいいの、でルクルーゼセ、どっちかな、ルクルー、うんうん、あ、待って、どっかに書いてあるか、これがピタッとはまるので、これあれ、なんだっけ、お水がいらない、ルクルーゼ、あれとは違う、あれとは違うですね、はい、うん、あの、日本じゃなくてフランス製、フランス製だと思うよ、はいはいはい、これシールは剥がした方が良さそうだね。そうだね。メイドインフル、フランスだから。はい。どうもありがとうございます。よく見えるように。へえ、すごい。なんかちょっと、立派。家よりもルクルーセに負けてる感じがしちゃうからね。これに合うように。かわいい。おしゃれにしていきましょう。ああ、でもキッチンは難しい。そうね。いろんなものがあって、なかなかね。ちょっと考えましょう。ありがとうございます。でもこんなかわいいお鍋は初めてです。はい、これをこうやってね、うん、さあ、じゃあ次を、はい、ありがとうございます。まず順番としてはおまけって書いてあるやつかな、おまけ、うん、じゃあおまけね、おまけ、おまけ、お、おまけ、おまけ、お、はい、かわいい、なんだろう、はい、カエル、カエル君2つあるよ、2人分だよ、バンド、手につける、ハーブの虫よけって書いてある、あ、はい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 、これ、マオイさんにちょうどいいね、うん、クロケンは意外と蚊に刺されないんです、ハーブの香りで虫よけ約60日間、
虫除けチップ2枚入り、1日、はいはい、1枚あたり30日。へぇ、チップを入れ替えるんだ。うん、へぇ、まあ、初めて見たわ。手首に変える女と呼ばれましょう。じゃあ2人で お散歩行くときには2人でつけてもらうね。光る、これはライトだから、それこそ夜外で歩くときか、バッグにつけとくとか、鍵につけとくとか、あ、自転車の鍵につけとくと、ね、自転車光るぞみたいな、うん、あとはこれで猫をじゃらすではない、うん、そのタイプのものではなくて、多分懐中電灯代わりになるよ、ね、こうすると光るよ、だからここについてて、うん、LED ついてね、そっかそっか、はい、ありがとうございます。いろんなものがある。そしてネックレス、ネックレス両方も葵さんだね。そうだね、かわいいね。緑が好きだから緑、はい、あとナチュラルっぽいやつに映るように、はい、両方ナチュラルっぽくてかわいいです。そしてこれは何、スマホのサイズっぽいけど、こっちもあるよ。何かのカバー、マスク、あ、マスクなんだこれ。へえ、ははーん、猫マスク、あのマスクを保管しとく、これに、はい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 、マスク、これがマスクなんじゃなくて、そうじゃなくてマスクのカバー、はい、バッグに入れる時とかに、なんか、うん、あとテーブルに置く時に、うん、これをこうやっといて、ね、ここに置いて、こうやってここに多分こうやってやって、もう全然見えてない、あ、そう、この辺です、この辺ですか、はい、これほらやり方書いてある、こうやる、はい、全然見えてない、全然見えてない、そっか、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、かわいい、そしてかわいいです、ジャン君とポンちゃんに、かわいい、はいはい、はい、ニャンメール。いっぱいいっぱいあります。いっぱいいっぱい。ジャン君たちの好きなタイプです。ありがとうございます。ジャン君よかったね。ちょっと行っちゃったよ。そして、今日はまだ日にちが来ていませんけれども。黒犬おじさん用ということで、まず、冷却面、何？ん？なんだろう。ん？保冷剤ではないよね。あれこれ何か袋に入ってるから開いてない。こちら側が冷たくなります。これ何かと一緒なんだね、きっとね。これだ、きっとアイスハーネス。あー、人間用のハーネスってことだね。着るときに袋を破らずこのままご使用ください。はは、いわゆる使用上の注意、こういう感じね、ベストになっていて、この中に、保冷剤を入れられるよと、脇の下に2つ、うんうん、そしてこれ背中だね、背中に1つ、へえ、背中は違うか、あ、あるある、ここにこうやって入れるってこと、うん、こう要は首の後ろ、うん、脇の下、そっか、だから3つあるんだ、そういうことです。え、これは冷凍庫とかで、そういうことだね、冷たくするってこと、うん、そうなります。アイスハーネス、うん、これで、炎天下でも働けるよと。何の働きをすればいいだろうか。お散歩行くときとかに着る。まあね、すんごいガードしてるけど、そこまでかっていう感じはあるけどね、うん、何かどうしても長い間、あ、写真撮るときとかいいかもね。そうだね、うん、写真のときと、去年も炎天下走り回ったので、お外で、あのライブするときに、あの今年はやらないのかもしれないけど、うん、そうやね、オープンマイクのあれのね、延長でやるときにね、はい、そして、はい、これは、
冷感、T シャツですね。おークールな着心地。へえ。高い。最近その繊維にねなんかが入っていてとか流行ってるよね。接触冷感。はい。そっか。さらに衣装でございます。これも涼しそうなちょっとメッシュっぽい感じの T シャツ、ね、そしてこちらは普通の T シャツですが T シャツいっぱい増えた。やったー、ありがとう。あ、ポケットついてる。買いに行かなきゃと思っていたんだ。はははは。そしてうちがしましま、私が買うとしましまが多いのでそうだね、よくわかってそう、しましまが好きだってことを、はい、これになってます。ありがとうございます。黒犬の分までね、うん、あと半月ありますが、ありがたくいただきます。ありがとうございます。かわいい、この辺すごいかわいいです。よいしょ。このキャラクターなのかな。これは以前もらったものだね。そうそう、去年もらったやつ。はい、バッグのこのキャラクターと同じキャラクター。はい、これをまおいママさんが使うということだそうです。はい、はい、三連ちゃん、ここも去年いただいてもうお気に入りでずっと使っています。はい、はい、ちょっと並べて可愛くとる。うん、クラケンの T シャツ。そしてポンちゃんがチェックにしてくれるって、ね、もう寝てるね。寝てるのさ、今日はねんねしてるのね、ポンちゃんね。上手に並べられるかな。これ畳んで綺麗にするの。冷蔵庫で冷やして、冷凍庫で冷やして6時間以上冷やすって書いてある。はい、じゃあ T シャツを綺麗に並べて、ここが端っこです。じゃあ T シャツをね畳んで、バッグはまあこの間あったので、去年のやつに、さっきの見たやつに入ってたね。うん、よいしょ、綺麗に畳んであったのに、よいしょ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 、ちょっと待ってね。誕生日のプレゼント、あ、そうだ、ルクルーベよし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 、そして、うん、そしてジャンポンのよしおやつ、ちょっと待って、立たない。はい、今作ったポンちゃんのやつ、ここでいい？はい、下から舐めていきます。どうもありがとうございます。こんなにいっぱいいただいちゃいました。そしてルクルーゼにズームイン。なんかこんなね、うん、お料理の本がただこれアップルパイじゃないか。それが作れるのかな。なんだってでもこれ食えるんか、うち。え作り方がね、あ、これあれだね。あ、はい、ジャン君。はい、ジャン君。ポンちゃんが寝ているので、ジャン君チェック入ります。ジャン君チェック。ただね。うん。作り方がフランス語。フランス語か英語かわからへんけど。はい、ジャン君。あれ？ジャン君。ジャン君こっち見て。韓国語と中国語もあるけど、うん、日本語もあるでしょ。日本語がないかも。はい、ジャン君むしゃむしゃ乗ってくれました。ました、うん、日本語はないかも。なんてことはい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ネットで調べて使いましょう、うん、はいはい、
ちょっと面白いことになって。なんかすごい匂いをクンクンしています。フランスの匂い懐かしい？あんた日本人じゃねえか。でもジャンだからね。フランス語のジャンだよって。あ、で落ち着くんだ。はい、よかった。ありがとう。ジャン君。ジャン君はマオイママが階段を降りていっても上でしばらく泣きますね。何？二人ともいてくれないといけないの？おんちゃんは静かだね。ジャン君。ジャン君。はい、ジャン君、でしたな。ジャン君の見つめる先には、はい、ドアップからのチョコレートケーキからのアーモンドが入ったなんかみたいなやつからのナッツ系ですね。フルーツ、フルーツ、これは1個は、うちのお年寄りの母さんの分なんですけれども、こんだけ買ってきました。これはなんかみんなで分けようっていうことらしいです。そうそう、なんかちょっと味見したかったので。はい、はい、マワイママさん、昨日だったんですけれどもお誕生日おめでとう。ありがとうございます。いただきま す, きます。もうこれナイフ入れるところを取っちゃう。ナイフあ、フォーク、フォーク。すごい、はい、そして層がくじゅでしょうだね。そして食べるとこは映さないけれども、はい、うまい、うまい、うん、これはね、私のグレープフルーツと、うんうん、なんだっけ、洋梨だったかな、うんうん、なのでグレープフルーツじゃないところをクロケンは味見したらいいと思います、うん、はい、はい、それが問題になる。薬飲んでないと思うんだけど、ちょっとわかんないけど、なんかお母さんはね、なんかの、うん、こういういっぱいいろんなのがついてるのがいいかなと思って、うん、いろんなフルーツがついてる方にしました。うん、ということで、今年の誕生日はこのような感じでした。うん。